皆さんこんにちは、タシアンダンサーギャバンです。シムタウンですね、パート3ということで、やっていきたいと思います。で今回初めて、街づくりの方をやっていこうかなと思います。今までシナリオの2と3をクリアしたんですけれども、シナリオ1ですね、初めての街っていうことで、やっていきたいと思います。練習用の小さな町です。水や木材などの資源をうまく使って50人以上の町を作りましょう。期限は6ヶ月ですということなんですね。で結構これ簡単に見えるんですけれども、僕なんか久しぶりに引っ張り出してこのゲームをやった時に、普通に、ゲームオーバーしましたまあ僕が下手くそだっていうのもあるんですけど、なんかね、可愛らしい綺麗な街作ろうかなと思ってちんたらやってたら普通にゲームオーバーしちゃいました。だからパート1の時にもお話ししたと思うんですけど、このゲームって今までの他のシムシティシリーズと違って、あんまりそのなんていうんですか、住宅と職場仕事場のバランスっていうのは右下にね、なんていうんですか、天秤があると思うんですけれども、天秤のところで表示されているように、そこの、ね、職場と住まいのバランスは取らないといけないんですけれども、まあ、逆に言ったらそれだけなんで、ね、それ以外に関しては、ね、結構自由に自由が利くゲームなんで、本当に好き勝手に街を作っていけば OK っていう感じのゲームになってます。発電所もないですしね。でこれで今2軒2軒、住む場所を2軒と住む場所2軒、これとこれで、八百屋さんとハンバーガーショップを2軒作りましたんで、今右下の、住まいと働き場職場のバランスが保ててるっていう感じですね。で今6人、こっちがこっちが、あ、これ家の中も覗けるんですよね。でもちょっと遊んでる場合じゃないな。どうやってチェックするんだ。あ、そうだそうだ。なんかね、まるで街をクリックするとちょっとしたアクションもあったりして、すごくね雰囲気が楽しいゲームではあるんで、その辺はすごく楽しめるんじゃないかなと思うんですけどね。結構忙しいな。まあ本当に凝りたい人はこだわってね、きちっとこう街を作っていくのもありなんですけど、僕が思うにこのゲームは結構土地を無駄遣いして逆にいいんじゃないかなっていう感じがするんで、オフィスは住んでるところのすぐ近くにオフィスっていうのもちょっとあれですかね。干ばつが起こってます。よいしょ。何人以上でしたっけ。50人以上。もう歴代のシムシティやってる方からしたら50人ってなんだよって思うかもしれないですけど、結構ねこの50人をね達成するのでね、少なくともダメゲーマーの僕はね一回ゲームオーバーしてますからね、舐めてかかったらダメです。どうしようかな。今オフィスはこの辺に設置しようかな。よいしょ。なんかね、家のすぐそばに、まあすぐなんですけど、あまりにも近すぎると、なんか職場がね近すぎるのもなんかちょっと嫌だかなと思ったんで、通りを1個挟んだところに、銀行と、オフィスビルを建てるという感じですね。よいしょ。これで19人か。ポンプ野郎が現れた。なんかね、資源っていうシステムがありまして、資源をね奪いに来るさっきみたいなお邪魔キャラみたいなやつもいるんですね。あとは娯楽施設か。娯楽施設も建てましょうかね。
ハンバーガーショップがね、だからあんまりこうやってギチッとやるとハンバーガーショップの景観が見えなくなっちゃうんで、なんかそれは寂しいから、こうやってね贅沢にやっていきたい。本屋さん、カルチャーセンターを邪魔しない程度にね。はい、この辺はそんな感じの街並みにしようかな。おもちゃ屋さん、そう、カルチャーセンター、そうだ。おっと、火の手が上がった。これね、火の手上がった場合ってこれどうすんの。消防署建てとくか。これ火の手上がると普通にさら地になっちゃうと思います。もう私にはどうすることもできなかったような。銀行がなくなりました。もうやばい、ちんたらしてるとゲームオーバーになっちゃいますよ。今職場としてはバッチリなんで、地震。ああ、せっかく建てた消防署がボロボロに。やばい、街が狭い。あれ、なんかやばいことになってる。はい、資源のチェックってことでね。水道、さっきポンプ野郎が1回来ましたんで、資源が減ってます。今ここに出てますけど、クレジットが7っていう形で表示されてて、家を建てたりすると、木であったり木材であったりとか水道とかが、消耗されて、あとは、まあ、道路とか家とか工場とかの類からガスが出たりとかね、ゴミが出たりしますんで、それがこの画面に溜まってきます。なんで、クレジットの数字を使って、うまくこう資源を調整するっていうのが、一応おまけ要素になってますね。あとは住宅をたくさん作らないといけないですね。忙しいな。よいしょ、やばい、結構ギチギチになってきちゃった。でもなんか感じからするとギチギチにせざるを得ないかな。よいしょ、キャンピングカーとかいいですよね。これ人が住む用のお家なんですけれども、キャンピングカーでね暮らす人がいるということでね、あんまり行ってらんないんでバンバン立てていっちゃいましょう。そしたらバランスを取るためにハンバーガー屋さんありますけど、ピザ屋さんもここに置いて、あとどうしようかな。まだ職場が足んないですね。飲食店をどうしようかな。この辺に建てるか。アイスクリーム屋さん、まだまだダメか。そしたら、アイス、この辺に学校、あとは、学校の近くには公園を建てて、よいしょ、木材キラー、これでさっきの資源が1個減ってるかな。今何人だ。あ、読めない、字が重なって読めません。なんかいろんな町た、いろんな建物を建てたくなるんで、ちょっと、よいしょ、宇宙のお家、どうしよう、わちゃわちゃ。別に発展とか全然関係ないんで、本当ただクリアすることだけを考えるんだったら、関係なくね、どんどん建てまくれば、道路とかも建てずに建てまくればクリア早いんですけど、なんかそれじゃあね面白くないんで、一応それなりに景観も意識しつつやっていきたいんですけど、結構期限がね厳しいんで、あ、50人だからもうすぐ行けるな。まだ建ててないお家は あったっけ。よいしょ、よし、50人になった。50人だから、よいしょ、ほい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 、
あとは職場、家がないのか。よいしょ。よいしょ。あれ、まだバランスが整わないですね、固定時。よいしょ。あれ、まだバランスが整わないな。マンションを建てればさすがに、よいしょ、よし、プールか。学校の近くにプールも建てましょうかね。僕も昔スイミングプール行ってましたね。よし、あ、こうするとまたバランスが、まあいいか。でもって、ああ、地震が。で、なんか学校からプールは連続で行けますよ的な設定にしたいので、よいしょ、こんな感じにして、あくまでも学校と同じ。うお、地震のせいでボロボロになってます。あと、さっき火事起こってなかったっけ。火事が本当に起こったんだとすると、あれ、大丈夫だ。うわ、地震でどんどん家とか町が壊れていってますけど、でもね、確か資源をちゃんとやっておけば、家は確か回復するはずなんで、大丈夫のはずです。だ、例えばね、あの道路だけじゃちょっと見栄えがあれだなってなったら、こういう自転車用の、道をね、引っ張ることで、こう見栄えも良くなりますし、なんとなくね、自分的な設定でね、なんか奥のお家に行きたいときはここの道を使うんだいみたいな感じでね。おっ、こんなに小さい町でさえ作ることができないなんてがっかりです。気を取り直してチャレンジだ。はい、クリア、失敗しました。あれ、50人の町作れって言われてませんでしたっけ。60人ぐらいいたと思ったんですけどね。謎です。ですね、今回はあのこのシムタウンというゲームでね、今のところその雲に乗って、火事を食い止めたりとか豚を捕まえたりとか、あまり町づくりに関係ないシナリオばっかやってたんで、初めての街ということで、街づくりしながらちょっとこんな感じのシステムですよ、こんな感じのゲームですよっていうのを、説明しようと思ってたんですけど、普通に、クリア失敗しました。何が悪かったのかちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえずですね、あのシムタウンっていうのはこういうゲームですよっていうところは分かっていただけたかなと思います。家を設置した時点でもう住民があの住み始めますんで、今までのシムシティみたいに道路が近くにないと発展しないよとか、なんですかね、職場、工業地区とか商業地区との距離感とか、あのバランスとかっていうのを考えなくても、ざっくりしたところだけ押さえておけば大丈夫っていうところなんで、その点ではハードの低い、ゲームなのかなと思います。とにかく可愛らしいですね、お家とか職場のデザインを楽しみつつのんびり楽しむゲームなのかなと思いますので、今のシナリオモードの、期限付きっていうところが僕ちょっといまいち、馴染めてないんですけれども、次回ちゃんとクリアしたいと思います。今回は、シムタウンのですね、シナリオ攻略、初めての街、見事に、失敗しました。星1のシナリオを失敗しました。次回はまあ、何がいけなかったのか、反省しつつ、攻略目指していきたいと思います。ダッシュアンダーサーギャマンでした。ありがとうございました。マルルー。